これ来れるってなったら、ま、確実にニュースにはなるでしょうね。確実にニュースにはなるでしょうね。確実にニュースにはなるでしょうね。ニュースになる。はい。それではお呼びしましょう。今日は、師範自ら登場していただきます。おお、皆さん明けましておめでとうございます。明けます。今日私がもうビシッと教えるから。はい。ね、私も緊張してるけど本当に。まずね、あのリコピンの MC 力を、はい、あの試すということで、はい、あの私が、ゲストという設定で、はい、リコピンの、あの冠ラジオ、おお、ユノスカは欲しい、に私が出たという設定で、はい、ちょっと、まあ、軽く1分ぐらい、はい、トークをね。大丈夫だよ、あの面白くなかったら笑わなくていいからね。うん、これはあの今日は特訓だから。特訓ですね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日も始まりました。大八木加子の1リコ9。今日のゲストはなんとあれ、ありがとうございます。いや、こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はどうしたんですか？あの、はい、いや、あの今日なんかちょっとあの大家さんに呼ばれたっていうんで、そうですよね、出させていただいたんですけど、はい、よろしくお願いします。なんか私が勝手に来ちゃったみたいな感じですか？あ、大丈夫です。違いますか？はい、いや、すごいドキドキするな。じゃあ、あの年末年始はどうやってお過ごしになれましたか？年末年始は、はい、あの31日に北海道のロケだったんですよ。そうで、私あの北海道出身なんで、はい、31日と1日に帰れたんです、家に。そう、おめでとうございます。ね、おめでとうとかじゃなくて、え、北海道出身なんですねとかないの？北海道出身なんですね。そうなのよ、本当に。あの、アミさんのツイッターも見させていただいて、うん、あ、本当にありがとう、はい、北海道新聞にお母さんが載ってたっていうのを。そうなんだよね、すごいですね。結構ね、親もね、なんかあのちょっとこれになっちゃって。あ、これですか？そう、なんか親で仕事してるみたい、今。あ、すごいですね。ちょっと止めていいですか、一回。どうぞ、どうぞ。止めていいですか？いやいやいや、まずさ、はい、あの、一個しかね、質問聞かないじゃない。一つのことに対してもっと入ってきたよ。だから、あの、年末年始帰ったんですって言ったら、どこにって、あの、私が言う前に聞いてくれない？はい、わかりました。どこなんですか、出身は、みたいな。年末年始どうしたんですか？もういいよ、もう。オス、私言ったから、もう。いや、じゃあちょっと私がやるから、次。あ、お願いします。ポイントをポイントをね。はい、はい、まず最初は、あのリコピンと私の関係性を、まあ、ラジオだから知らない人もいるから、はい、それを言わなきゃいけないからね。はい、お願いします。なるほど、さすがです。さっきまとめたの、言うこと。いきますよ。それでは始まりました、菊池亜美の1アミ9。今日のゲストはベイビーレイズの大八木加子ちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、リコピンと私はね、結構あのイベントとかで、はい、そうですね、はい、一緒にさせていただいてて、同じ事務所なんで、はい、結構交流あるんですけど、はい、なんかこうやって2人きりっていうのあんまなくない？そうです ね、 ね、ベイビーレイズの皆さんがいるっていうのはあるけど、はい、1対1っていうのはあんまないよね。緊張します。はい、やっぱりなんかあの1アミ9で、はい、リコピンのこと知らない方もいるかと思いますので、はい、まあ、リコピンのね、最初の、まあ、あの好きな食べ物とか、なんかちょっとアイドルっぽい、なんか何でもいいから、はい、あの教えてもらってもいい？あ、はい、リコピンの好きな食べ物は、うん、お肉とアメリカンドッグです。アメリカンドッグ好きなの？はい、いや、そこすごい詳しく聞きたいけど、はい、まあそれは後ほど聞くとして。お願いします。まず1曲、ベイビーレイズのね、最新の曲をお届けしたいと思います。はい、それではリコピン、曲紹介お願いします。はい、12月19日に発売しました、結構あの前なんですけどね、最新曲、去年です。はい、ベイビーレイズでベイビーレボリューション。
どうですか？うわ、素晴らしいです。どうですか？素晴らしい。まさかの師範代でしたけども。そうですね、ラッキー池田さん、阿部浩二、富田浩さん、阿部浩二さん、杉浦さん、菊池さん来ましたね。欲を言うなら今野さんです。でもすごい勉強になりました。さすが、ね、先輩にも気を使えるという。そうですね、大事ですよ。どんなところが勉強になりました？そうですね、やっぱり話の広げ方とか、私一回まみさんとやったんですけど、なんていうんですか、もう質問投げっぱなしで返してきても、もう、あ、そうですね、あ、そうなんですかしかできなかったので、亜美さんにお手本を見せていただいたときは、そんな話の広げ方があるのかってすごい勉強になりました。立ち上がれ、そして飛べ。